シャッフル、シャッフル、シャッフルは同名のゲーム、シャッフルを原作とするテレビアニメ作品である。声優は角川書店によるプレイステーション認職版、シャッフル、ON ザステージと同じだが、基本的にはネーブル原作のシャッフルを直接の原作としている。主要キャラクターの増減や基本設定の大幅な変更はされていない代わりに、 原作ゲームではストーリーに入っていない裏設定のいくつかが取り入れられている。第1話 B パートで大内市になった牛乳パックの賞味期限の日付から舞台は西暦2005年であることがわかる。詳細はシャッフルシリーズの登場人物を参照。原作をシャッフルにしているためシャッフル o n ザステージでヒロイン化されたマユミイコールタイムとカレハは主人公。 土みりんの恋の対象としては描かれておらず、追加キャラのつぼみは、モブ出演に止まっている。第12話、番外編にて登場。キャラクターというより、アイテムの扱い。DVD シャッフルエピソード1から12限定版、通常版、シャッフルメモリーズ導入編初回版1から5、OVA シャッフル、ライブオンリーフォーユーシャッフル、ボックス、ライブイン。 東京カブラ2008ライブ DVD ワウワウ版では6話まではほぼ原作に沿った設定とエピソードで進行していたが7話以降はアニメオリジナルのエピソードが多くなったそして18話でリシアンサスネリネプリムラの3人がリンの恋の対象から外れ原作の友人との確執といったドロドロした人間関係を 排除というコンセプトを否定した、林と幼馴染で身近な存在の不要風と、紅葉学園時代からの先輩で親しい間柄の、しぐれ朝との三角関係に急展開させた、物語の影響で、多数の反響を呼んだ。特に2005年11月24日に、放送された19話のシーンと呼ばれるシーンであるで、異常な盛り上がりを見せた。当時はツイッターなど、 手軽に制作会社サイドとやり取りができるものがなく、アニメ公式サイトにも問い合わせなどメールを送る項目がなかったため、ネーブルオフィシャルウェブの BBS は多数の閲覧者が批判コメントを集中的に寄せることとなり、内容の多くは、カエデの人格を変更したことに対する批判コメントが多数を占めていた。風薬の声優の後藤村子の個人サイトにも、 大量の反響メールが届いたことから、後藤は放送から3日後の11月27日に緊急コメントをブログに掲載、こういうシーンを演じられたことは嬉しく思うが、怖い以上に痛々しかった。楓を許してほしい。と声を演じた感想を述べている。ネーブルのインターネットラジオ、ネブラにおいても12月12日の22回目、放送で、 緑場主役の小木原秀樹は、テレビアニメ版19話について、大量の反響があったことを前置きした上で、19話を見て寝られなくなった、プリムラ役の人々さんが、収録の時怖かった、画像を見て本当に怖かったと言っていたとコメントした。また、伊藤美紀さんをゲストに呼んでほしいという要望メールが、殺到したことを受けて、12月26日の24回目。 放送で急遽実現された。伊藤はディシアンサス・カネディネとエンディングになると思っていたので、自分の演じる地味な朝が主役格になるとは思わなかったと述べている。制作サイドから朝がメインに選ばれた理由は語られてないが、原作の人気投票で朝が1位を取っていることがあり、それだけの理由でメインヒロインを降格させて朝が選ばれたのでは、止まった反響を呼んだ。 シャッフル、メモリーズでは一話が〇〇、リン役の杉田智和の朗読になったことと、声優が杉田た一部重なっていることから、林が、鈴宮春日の憂鬱のキョンのようだと評された。ワウワウ版で反響を呼んだカデのシーンが七話で再度、放送されるに至り、海の親の西股葵は二千七年二月二十二日に、ネーブルオフィシャルウェブのスタッフ日記と個人のブログで、原作とは、 観点が違うとは思うけど、カエデを見ていて辛く正直泣いてしまった。カエデには幸せになってほしい。幸せな表情のカエデが描けたらいいな、とコメントを寄せ、翌日笑顔のカエデの描き下ろしイラストを掲載した。やや重い印象が一変したのが12話の番外編で、ネブラ2007年4月3日の90回配信分で、声優陣は、この回で爆笑したとのコメントが出た。 シャッフル、ライブオンリー,フォーユーの名で2005年11月3日に、横浜ブリッツにて開催された。出演者は、リシアンサス役、青木さやか、ネリネ役、長見春香、シグレアサ役、伊藤美希、プリムラ役、ひとび、土見林役、杉田智和、真由美イコールタイム役、井上美希、緑葉樹役、小木原秀樹の声優陣と、ユリア、橋本美雪のボーカル陣。 不要不薬の後藤村子はスケジュールの都合で欠席し代わりにビデオメッセージが流れた2006年2月24日にライブの模様を収録した DVD 版が発売されているシャッフルメモリーズに関するカテゴリーありがとうございます